久保さんやっぱ久保さんはあれですねいろいろ物知りですね <laughs> そう、うん、まああのなんだろうな昔武士,武士がいた頃の時代と今ってもう全然違うぐらい。 発達してるんんですすと思うんですよいろんなものが。で僕は思うんですけど、まあ、久保さんもちょっと一理思うところがあると思うんですけどすげえ便利になったしテクノロジーも発達したし、まあ、いろんなものがすごい出てきてるわけじゃないですか。でも客観的に見て何だろうな昔そのまあ まあ戦争、日本も戦争してましたけど。まあ原発、原発落とされた時期とかね。まあ、なんか、まあその昔と今を比較すると。どう考えても。満ち溢れてるじゃないですか。どう考えても便利だし。どう考えても満ちてますよね。うん。だけど。久保さんも。まあお客さんでいろいろと。 あのお悩みずっと頂い,いてると思いますけどなんかお客さん幸せじゃないですよねなんでしょうね <laughs> <laughs> 武士がいた頃もっと切る,か切るか切られるかっていうね時代があったりとか戦後まああの時も別にねあの戦,あの戦いに戦に出たくなくても行かなか行かないといけないとしかもね 剣ででられるって痛いですよね多分 <laughs>、まあ、頭ガーンっていかれるんだったらあれかもしれないですけどこう切り刻まれるのって痛いですよね多分銃で心臓バーンの方がまだいいかもしれないですけどあれ想像すると痛いですよねだってね手首とか腕とかもバーンとか切られてたと思うんで超痛そうですよねで今なんか手を切られることとかあります歩いててマジないですね まあほぼないですよねなんか刀はそもそも持ってないですよねこんなね街中でうんだけどなんかみんな不幸せですよね不幸せっていうかなんか不平不満言うしああだこうだ言うし、うん、まあお金の問題に関しては正直それは勉強して稼げばいいだけなんですよ お金の問題って僕もいつも思うんですけどなんか一番難しそうに思えて一番簡単なんじゃないかなと思うんですよお金の問題って。だだってて勉強してやればいいだけなんで,で僕がだ代弁して言うのが頭が悪かった僕でもね頭が悪かったオール中学生の時オール1三者面談の時にお宅のお子さんどこの 高校にも行けませんよって言われたおつむでも勉強してちゃんとやったら稼げるようになるっていうことはこれ本当に誰がやっても稼げるんじゃないかなと僕は思うんですね多分それは稼げてないっていうのは勉強してないやってないっていうただ多分これに尽きると思うんですね逆に言うとこれをやればその問題はお金の問題は解決できるわけですよだけどそのお金の問題以外の,その心の部分ですね だ心を幸せにするっていうのはうーんそのまあお金があって心を幸せにするっていうことも、まあ、できないことはないんだけど本質的ななとところっていいいうののは難しいのかなと思いますね表面的な、まあ、一貫あのなんだ単発単発の感情だったりその幸せっていうのはお金で得られるかもしれないけれども本当にその本当んだろうな下にある 心,の心を満たすっていうものに関してはお金だけじゃ難しいと思うんですよだそこはやっぱね昔の,その特攻隊の人の言葉だったりとか武士の言葉だったりとか何かそういうところに僕はヒントがあるんじゃないかなと生き方っていうところですねどういう志というかどういう,う心を持たないといけないのかっていうのはやっぱそのうん 昔は文明やテクノロジーは進んでいなかった分逆に言うと心を鍛えないと生きていけなかったでも今は文明とかが発達してるんで心を鍛えなくても生きていけるとだからここがね多分違うんですよだから昔の言葉に学びがあるんですよ昔は心を鍛えないと生きていけなかった今は心を鍛えなくても別に生きていけると だってね寒かったらねボタンを押せば暖かくなるんですよありえないでしょ昔なんか寒かったら寒いんですよ <laughs> ボタン1個でね暖かくなるじゃないですかハロゲンヒーターあるしエアコンあるしねこたつあるしね武士道の時に武士道の世界でこたつなんかないっすよ心鍛えないとその寒さをどうしのぐかって心でしのぐしかないですよねもちろんなんなか いいろろねそのしのぎ方あるかもしれないけど限界こたつはねえしエアコンねえしだから心鍛えないとその寒さに耐えられないですよね多分うんだからねまあ昔の言葉から学べることはね今今の時代だからそう昔の言葉に僕はいろいろヒントがあるんじゃないかなと思いますねいってらっしゃい